いいね、すんごい引いた。おはようございます、釣り子 TV です。これね、ジャッカルのブラストも、最近ねお気に入りで使っているんですけども、家で塩抜きをしてね、あれあーっていうね、あれこれリップなんかおかしい、あれはい、ぶっ壊れちゃいましたね。まあね、ほんとよく釣れるルアーなんで、まずはね、どうしてこうなるに至ったか、入れ食いないとご覧ください。どうだ、こっちもちっちゃいな。復古くん、元気うわ、ハーモニカ食い、ハーモニカ食いだよ。おー、引く、だー引く、うー引く、ハーモニカ、あー上がってこない、元気、よっしゃ、よいしょ、いけるか、よいしょ、よいしょ、ちょっと長いの来ましたよね。え、うわー、まあ、これね、ブラストボーン、いやー長いね。本命になってくるとね、よく引いてくれるっていう感じで、ドラグも出してくれるね、いいサイズでしたよ。でね、結構このルアーハーモニカ食いになることが多くて、ほんとね、バラしづらい、この連結ボディと、なんだろうね、独特な、なんかいいんでしょうね。はい、じゃあとにかく、釣れました、ブラストボーン、はい、ブラストボーンフィッシュは、泣きの70、69ってとこですかね、ギリ70、ないね、69ってところですね。はい、じゃあ逃がしてあげたいと思います。よいしょ、いいね、おお、引く引く引く、ブラストボーンフィッシュ、おお、ドラグ出してくれますよ。いやー、この時期のシーバスほんと走る走るね、え、元気いっぱい、おお、ちょっと大きいか、上げれるかな、受けるかな、よいしょ、よいしょ、はい、また釣れてくれましたね。いいとこかかるんですよこれ、ぬる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 泳いで、元気なアキシーバス釣れましたよね。ブラストボーンね、気持ちいいサイズね、ちょうど引いてくれて、いやー、これね、ほんといいとこかかるね。あー、ちょっと水面気持ち一歩入ってるから、そういう気持ちいいとこに入るんじゃないかと。はい、こんな感じで、どんどん釣ってきますよ。
イエーイ。来ましたよ。入れ食いルアーだな本当に。まあ低いよね。そんな大きくないけどね。すんごい。よし抜けるかな。よいしょ。よいしょ。あーいいとこかかってる。腹も張ってる。当たりは出てるからまあいろいろ交互に織り交ぜつつ、ラスト、おお、イレグルアーだな本当にもう、引く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 、元気、すごい引き、秋の元気続きだよね。上がってこない。走る走る、よいしょ。来てくれ。もうだいぶ疲れてると思うんだけど。元気。よし空気を吸わしていけるかな。ほっ、いいとこにかかるね。こうハーモニカね、太いね。背中が張ってる。餌をいっぱい食ってるスズキですね。ブラストボー、はーい、ブラストボーにまた来ましたよ。いいね。すんごい引いた。もうね、このお腹、背中がね、筋肉質でね、すんごいよく引いてくれるこの時期のスズキ。ね、ブラストボーンも大活躍してくれてます。イエーイ。このサイズが固めて釣れんだったらね、ほんと嬉しいよね。じゃあ逃がしてあげたいと思います。はい。で、タックルはね、こんな感じで、ジャッカルのブラストボーンにエクステンス DC、そして、バンタムの組み合わせ P ラインはね、オルトロスの4号入れてみております。イエイ。はい、帰ってきましたね。これほんとよく釣れるルアーで、でただ巻き中心にね、使っているんですけども、結構ね、網に入れちゃうとね、まあなんだろう、ヒレがね、傷ついちゃうとかあるんで、まあ、抜き上げられる魚はまあ抜き上げちゃうかなみたいな感じでやってるんですけども、まあそれでね、船にヒットしたりして、それでちょっとショックがいって、取れてしまったのかなということで、ブラストもこういう感じで、連結されてるんですね。うん、一体成形ではなくて、こっちボーン素材の、ボディとこの透明のね、リップ、これがこう合わさって合わさって、それでね、できているっていうことみたいですね。で、まあこのままリップなしの状態で、なんだろう、なんか使ってみようかなっても思ったんですけども、何にしてもね、ほんとタダ巻きでこのヨタ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 とね、独特のこの
ワーム素材のテールと合わさって泳ぐのがいいのかなということで、今回はねちょっとね修理して使っていこうかなと思います。ちなみにまあリップは取れてしまったんですけども、このねワーム素材のテールってもうちょっと早めにねスペアパーツもあるぐらいで脱落するかなとかちぎれるかなとか思ったんですけども、こっちのテールの方はね結構ねいっぱい魚釣ったんですけど、まだピンピンに元気でね残っていて、でまあボディはねいっぱい釣れたんで、こうフックサークルとかね博多とか結構かっこいい感じで、いっぱいついてきましたが、はい、リップ直しといえばこれ、ボンド E セット、耐水性耐久性に優れるっていうことでね、金属ガラス陶磁器にどうぞっていうことで90分で硬化開始なんていうふうに書いてありますけども、こんなんがねリップ直したりするのにはですねいいですね。まあエポキシ系の接着剤っていうことなんですけども、二液性でなんというかねちょっと柔軟性があるから、瞬間接着剤とかでガチって固めるよりも少し柔軟性があってね、なんだろう、持ちがいいというかね、こんな感じの接着剤家に1個あると便利ですよ。で、ね、普段はね冷蔵庫に入れて保管してるんですけども、まあ、開けていくとね二液性なんでこんな感じで入っているので、同じね分量ずつ出してまずは混ぜ混ぜしていきます。はい、およそね同じ分量ずつねこう出したんで、でこれをですねこういう感じでよく混ぜるね、こう、まあ、これ今爪楊枝ですけどね、ほんとちょっとずつでねリップ直しなんかはいいので、これでもちょっと出しすぎなぐらいだったかなということで、1つ買っておくとですね結構長いこと使えるし、まあ二液性なんで不意にたまに使おうかなっていう時に固まっちゃって使えなくなってるなんていうこともないんで、便利ですけども、まあ、これねよく混ぜないと硬化しなかったりっていうのがあるんで、こういう感じでも必要に混ぜていきます。まあ、いくつかねそのリップが取れちゃったりっていうそういうルアーがね溜まってきたらいっぺんに修理っていう感じでやるんですけど、今回はねすぐに使いたいんで、これ壊れたの1個ですけどね、とりあえず、接着していこうかなと。でまあこんな感じでね、結構ね自分はたっぷりめにつけていきます。まあはみ出したところは後でねふきふきすればいいということで、でこのリップ側にもちょっとねつけておきます。はい、両方にねエポキシの接着剤つけたので、じゃあこのメニューでちょっとはみ出しちゃったんですけど、向きとかね、しっかりと、まあガイドの溝みたいなのがあるんでギューッと入れておけばね、それでこういう感じでセンターバランスになるのかななんて思いますけども、でまあはみ出して気になるところは乾かないうちに拭き上げして、はい、こんな感じでね、リップの接着が終わりました。まあどうですかね、1日2日ほっぽっとけば、具合よく固まってくれると思うので、こんな感じでね、また大活躍してくれればいいなということで使っていきたいと思います。で、ブラストボー実調の方ですね、このボディがくねくね動くのがいいのかなとか、独特の魚が食う間が自然に出るのかなということで、釣ってる割合で見るとね本当自然にハーモニカ食いになることが非常に多くて、っていうことはもうすごいねマッチザベイトっていうか、なんかまあベイトのサイズによってねルアーのサイズ使い分けていけばいいと思うんですけども、プラストもねほんと程よいサイズ感なのかね、丸飲みしようとして結果ハーモニカ食いなんていうねことが頻発したので、いやほんといいルアーなんじゃないかななんていうことでね使っております。色はねこういう視認性のいいカラーで使ってるんですけども、本当ベイトフィッシュライクなクローム系のカラーとかねそういうカラーも充実してるんで、またそういうカラー使ったらどんな使
釣れ方をするのかななんていうふうなところは気になりますけど、まあ大体、これで釣ってるんで引き続きね、まあ今シーズンね本当ね、こういうルアーで釣れる期間が長いななんて感じてるので、引き続きやっていきたいと思います。でタックルのところなんですけども、はい、先日もね、ライブ配信でそのこういうルアーを使うのの、まあ、タックル談義みたいなのにねちょっと花が咲いた時間帯なんていうのもあったんですけども、自分はねこんな感じでエクセンス DC に、シマノのバンタムの組み合わせですね。これがね番手がね、1711H の SB っていうことで、およそ 100g まで投げれますよっていうね、こういう竿なんですが、ね、こちらティップ部分なんですけども、こうなんというかね、ちょっとこれだと分かりづらいかもしれないんですけども、全体のバットパワーとかで考えると本当ね、ティップの方がね比較的しなやかなんですよね。ファーストテーパーでちょっとティップが入るっていう、こういうアクションなんで、こんな感じのルアーをちょこ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 長いんだけど動かしやすくて、そんでシーバスとかのねパッっていう吸い込みバイトとかも、そのしなやかなティップがしっかりと絡め取るっていう、こういう感じで、で長さがね、長いのですごいよく飛ぶ、遠くに飛ぶんで、まあ広大な海でねシーバス釣りなんかで魚の居場所がいまいちなんかね掴みづらいななんていう時に、非常に遠投で攻めていくのに、ね、重宝するっていう、そんな感じで使ってますが、まあ、こうバットの方に来て、バットはね結構がっつり太いんで、そうですね、イメージとしては70センチぐらいまで抜き上げるのにはね非常にいいかなって、それを超えてくると、ちょっと怖いなっていう感じがあるんで、タモ入れしようかなっていうところですけども、抜き方によってはね、本当この時期のコンプトの続きでも70センチぐらいまでは抜き上げられちゃうっていう、そういうバットパワーが備えられていて、でこのグリップエンドの長さがねちょうどいいんで、なんというかね、バランスがいいなってね、操作性も長い割にいいし、魚は絡め取るし、そんでもって、まあ、最後抜き上げの時とかもね、結構安心感があって、攻められるっていう、ね、そんな印象で使っております。で、リールのところで見ると、これエクセンス DC でもうだいぶ古いリールなんでね、俺のはもうだいぶ塩とかが入っちゃって硬くなってきたりカシャカシャなったりするんですけども、まあ、DC 機構の方はねまだ順調に稼働していて、トラブルなくね投げれているっていうことで、夜のシーバスゲームとかでね、本当バックラッシュが一番ね怖いしめんどくさいなっていうところではあるので、そんな時にこの DC ブレーキを使って、まあ、できるだけトラブル少なめで、やれればいいなっていうことで、でラインがねこれオルトロスのですね、PE ラインの4号というものをね、エクスセンスには入れて使っているんですけども、これがね初期から結構張りのある PE ラインで、なんだろう、 PE ライン独特の柔らかいのがいいよっていう人はどうかなっていう感じですけど、自分ちょっと固めの PE ラインっていうのが好きなんで、これオルトロスで巻いてみたら、適度な張りもあって、あと飛距離も申し分なくて、何よりもね今回も結構魚抜き上げたりっていうのが多かったんですけども、まあリーダー組まないで直結でねやってるんですが、本当不安感なくね、攻められるんで、なんとかねこれでランカーシーバスとかかけてね、そういう時の使用感なんかも見てみたいなと思うんですけども、まあ、大体70センチぐらいまでがいっぱい釣れるようなんていう時はね、本当テンポよくね、攻められるんで使いやすい糸じゃないかな。リールはねもうこれだいぶ古くなってきたんで、 X センスもねもう世代交代してるんでね、新しいのとかそのうち買ってみたいななんて思うんですけども、まあこれかあとは海でも使えるよっていうジーニアスプロジェクトのゴライアスか、まあそんな感じで海では使い分けて使っております。はい、というわけでね、ちょっと大破してしまったっていう感じでね、これ、ブラストボーンなんですけども、まあ、リップのところはね、欠落しなければね、取れるたびに、まあ、こういう感じでエポキシー系の接着剤で固めていけば、使えるんじゃないかなっていうところと、まあ、テールはね、外れたらスペアテールがもう一個ついているのと、あとはね、まあ、それがなくなったらせっかくこうやってラフにね、取り替えられる感じになっているので、
これ以外のなんかワーム素材のテールなんかもねくっつけて試してみたいななんてね結構ね夢は広がっております。このつぶらな瞳がね結構シーバスに効くんです。ということで、はい、本日の釣り子 TV は、こちらジャッカルのね、新しいビッグベイトブラストボーンで、魚がいっぱい釣れたよ、ね、それでまあちょっと壊れたんだけどもこういう感じでねエポキシで固めて、復帰ね24時間後くらいに復帰すると思うんで、はい、そういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。